これ昨日の夜一人だったので食べようと思って買ったんですけど、食べなかった。おにぎりを食べます。そして作っておいたミネストローネをいただきます。皆さんおはようございます。今日は、今から歯医者に行くんですけど、朝やっておきたいと思った物撮りが今終わりました。あんな感じでいつもね、本編の動画とは別にこんな感じで、商品のインサートを撮ったりしています。ちょっとした撮影の裏側だったんですけど、午前中歯医者があって今から行くんですけど、ちょっとだけ編集して、お家を出たいなと思います。その後ね、予定があるので動画回していきたいと思います。今日はこのラグナムーンのワンピースで着ます。はい、では行ってきます。行ってきます。はい、今日のお洋服、先ほど見せたこのラグナムーンのこのワンピースに、フレア ID のコートに、ザラの白のブースを合わせて少し春を先取り感でいきたいと思います。今日はなんか茶色とホワイトコーデになった気がします。バッグは安定のスピーディーでいこうと思います。では行ってきます。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. はい、ということで帰宅しました。で、帰りに、バスの中で偶然夫と会いましたね。ちょうど私の方、先に夫が乗っていたバスに私がちょうど乗ってですけど、偶然ばったり会ったので帰り一緒に帰ってきました。で、銀座で行ったのでついでにこちら GU に寄ってきたんですけど、 GU でずっと欲しかった、マシュマロハイヒールパンプスをやっと購入することができました。結構前から出ていてすごく人気だったみたいで、私もネットとかあとは店頭にも何度か行ったんですけど、私が欲しい 22.5 センチのブラウンのパンプスがずっとなくて、今回やっと、はい、入荷していて買うことができました。マシュマロハイヒールパンプス全部で 1,2,3,4,5,6 色あるんですけど、そのうちの2色のこちらのブラウンのカラーとこちらのブラックのカラーの 22.5 センチを買ってきました。マシュマロパンプスはもともとすごく好きで、ノーマル の, ハイヒールじゃないものも何種類か持っていてよく履いているんですが、私あまり身長が高くないので、もう少しヒールがあったらいいなってずっと思っていたし、やっぱりヒールが高ければ高いほど女性らしくて足も綺麗に見えるのであったらいいなと思っていたら、やっと出てくれてこの黒とブラウンを購入しました。私のいた店舗はもうこれが 22.5 センチはブラウンはラスト1足で、あと他にカラーがピンク、グリーン、あとはブルー、
があるんですけど、ブルーはネットを見てももう22センチしかなくて、あの店頭でも25センチが2足しかなかったので相当人気なんだなと思いました。グリーンも結構売れてますね。春になってパンプス履く機会も増えるのでガンガン履いていきたいなと思います。ちなみに 22.5 センチのヒールの高さは 8.4 センチだったっけ、さっき測ったんですけど 8.4 センチで、ノーマルのマシュマロ、ここにちょっと持ってきたんですけど、もうね結構履いててかかとがボロボロになってるんですが、こちらのマシュマロパンポインテッドパンプスは 5.4 センチぐらいだったので、プラス3センチぐらいかだね、プラス3センチぐらいヒールが高くなって登場していました。やっと手に入れることができて嬉しいです。まあ、もちろんねこっちの低い方も好きなんですけども、ハイヒールもたくさん履いていきたいなと思っています。であとついでにちょっとドラッグストアにも寄ったんですけど、あのドラッグストアで買ったものはまた別で1個の動画にしようかなと思っていますが、すぐにもう開けて使いたいものがあるのでそちらだけポンポンと紹介したいなと思います。ヒロインメイクのスピーディーマスカラリムーバーです。最近出したスキンケアルーティーンだったり、あとはまつげの動画でも紹介してるんですけど、ずっと愛用しているまつげ用のリムーバーです。これは本当にスッて落としてくれるし、マスカラすごくしっかり塗るので、ずっと愛用しているリムーバーと、こちらのメガネ拭きがなかったので買っておきました。じゃじゃん、こちらの、歯間ブラシ60本入りのものです。矯正してからだいぶ歯も動いてきて、歯と歯の間に隙間がすっごく増えて、食事をするたびに何かがもう詰まって大変なので、歯間ブラシが今は欠かせず今これを使っています。はい、こんな感じでドラッグストアと GU によって帰ってきました。いや、やっとマシュマロパンプス買えて大満足です。でマシュマロパンプス以外にもあの春の新色でたくさんのパンプスだったり、いろんな形の、私がいた店舗がちょっと大型店だったっていうのもあるんですが、あのパンプスだったり、あとお洋服もだいぶ春になってたのなっていたので、また改めて GU には行って GU コギヒンやりたいなと思っています。と夜ご飯はどうするか相談してまたカメラ回したいと思います。では、はい、ということでとある一日撮ったんですけど、エンディングを撮るの忘れたので次の日の朝です。今日は今からお洋服の展示会に行くので支度をしたところでした。早速昨日紹介した GU の、ね、マシュマロパンプス履いて行こうかなと思っています。ということで最後ちょっとグダグダになってしまったんですけど、見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、その他の SNS やってます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ、行ってきまーす。なんかすごい動画になっちゃった。バイバーイ。たくさんまた日常もアップします。